新しい彼女とか作んないの？どうでもいい。コンプレックスが弱いんだよ。満たされちゃってんだよ。作家飢えてないと。それ一緒に洗濯しとくよ。いや、そういうのはいいよ。しーっとお母さんのこと好きなの？俺はちゃんとしてないから。ずるいよね。もう男に振り回されたくないって思ってたのに。俺振り回した？このままやってみたらどう？結婚もしてないのに家庭内別居。何それ、適当なこと言ってる。夜、鳥たちが鳴く。